熊本県警察刑事部の人質立てこもり部隊の訓練状況特殊事件捜査係は日本の警察の刑事部に設置されている部署の一つ。高度な科学知識、捜査技術に精通し、誘拐、ハイジャックなど人質がいる事件や大規模な業務上過失事件、爆破事件などに対処する。刑事警察の捜査員による組織であるが、このような書掌を持つことから、 人質救出作戦部隊としての側面もある。警視庁及び道府県警察本部の刑事部捜査第一課に設置されており、警察庁では特殊事件捜査係と総称しているが、実際の部署名は特殊犯捜査係や特殊事件係、特殊犯捜査班、特殊犯事件対策室など各警察本部によって異なっている。また通称名についても、警視庁では シット、大阪府警察では、モットなど、非常に多彩になっている。昭和40年代の日本では、科学技術の進歩や高度経済成長に伴う、生活、行動様式や価値観の変化に伴って、新たなタイプの犯罪が問題となっていた。従来は考えられなかったような大型犯罪の、発生や犯罪の広域化、スピード化、爆発物や、 重火器を使用した凶悪犯罪や大量輸送機関に関連した事件事故などがそれであった。そしてまた、1963年の吉野部ちゃん誘拐殺人事件は刑事警察に対して深刻な教訓となっていた。この事件では最終的に犯人の検挙にこぎつけたことで対外的な面目は保たれたものの、警察側の体制不備のために身の白金を奪われ、 現場での犯人確保にも失敗し、そして人質の救出も果たせなかったことで、警視庁上層部は深刻な問題意識を抱いていた。この状況に対し、1964年4月1日、警視庁刑事部では、捜査第一課に特殊犯捜査係を設置した。また警察庁でも、吉野部ちゃん誘拐殺人事件の教訓を踏まえて、昭和45年度に、 刑事警察殺新強化対策要項を策定し、捜査体制の抜本的な強化を打ち出した。この一環として、同年より各警察本部への特殊事件捜査係の設置が図られることになり、1981年3月までに全ての道府県警察本部に設置された。警視庁が特殊犯捜査係を設置した際には、誘拐事件の捜査に関することが、 事務文書の第一項目とされており、いわば日本初の誘拐捜査専門部隊といえるものであった。また警察庁では、新型特殊な事件の捜査経験に富み、高度な科学知識及び捜査技術に通行した千人捜査官を警察本部に常駐させておき、館内のいかなる場所で事件が発生しても、速やかに応援捜査を行えるように設置された部署として位置づけられていた。 一般的な事件の捜査は事件発生後に行われるのに対し、誘拐事件、人質事件では現在進行形の捜査が行われるのが特徴となる。誘拐、恐喝事件では被害者家族や社員になりすまして犯人との交渉や身の白金受け渡しを、また人質立てこもり事件では犯人への説得交渉などを行って事件の解決を図る。このため、 車両を使用した追跡や特殊通信、逆探知、交渉技術の訓練などの技術を備えている。またこのような書象を持つことから、刑事としての捜査だけにとどまらず、人質救出作戦も担当するようになっていった。この結果、しばしば対テロ作戦を担当するサットとの境界線が問題になっており、政治的な背景を持った事件は、警備部、そうでない事件は、 刑事部とされたこともあったものの、実際には、その区別がはっきりせず、結局は、その都度警察本部長の裁定を受けることになっている。外して、戦に、体力では、さっと、捜査力では嫉妬が優れているとされていることから、1992年には、警視庁、第6機動隊の特化中隊から選抜された、隊員が、嫉妬に編入されているほか、 1995年9月にも、サット経験者7名が、嫉妬に配属されるなど、人的交流が図られている。また、青森県警察のように、刑事部と警備部の合同部隊を準備し、対テロ作戦も兼務させている、警察本部もある。特殊搬送査係は、各警察本部の刑事部捜査第一課に、編成されている。警視庁の特殊搬送査係は、 1964年4月に創設された時は、警部1人、警部補1人、巡査部長2人、巡査2人の計6人体制であり、6月には、婦人警察官が配置された。その後、連続企業爆破事件に伴って1975年には67人に増強されたが、同年5月の犯人グループの逮捕、指名手配を受けて、従来の体制に戻された。 2019年現在では、下記のような組織となっている。このうち、特殊犯捜査第1.2係が誘拐、人質事件や恐喝、脅迫事件の捜査を担当しており、ジャーナリストの毛利文彦は、これらを指して、特殊犯と称している。一方、第3.4係は、航空機、列車等の事故や爆破、爆発事件、さらに、 産業災害等の業務上過失致死傷事件の捜査を担当する。また、第6.7係はインターネットによる恐喝、脅迫等に係る犯罪の捜査を担当する。第5係は、優軍的に特殊犯に係る重要特異な事件や匿名事件の捜査を担当する。警視庁では、2000年代初頭の時点で特殊犯捜査係全体で60名強。 特殊犯捜査第1.2係に限っても30名弱の捜査員が配されていた。また、創設自体は警視庁に遅れを取ったとはいえ、三菱銀行人質事件やグリコ、森長事件を経験した大阪府警察も全国に先駆けて拳銃を使用する立てこもり事件への対処方法を研究するなど特殊犯捜査係に力を入れてきた。しかし地方では、 捜査員は1名のみで、しかも殺人捜査と兼務という警察本部もある。このような人数不足を補う意味も含めて、突入制圧の場合には、機動捜査隊、さらには、機動隊との合同部隊を編成する、警察本部もある。事件発生時の対応、編集警視庁の場合、一般的に、誘拐捜査の際には、下記のような陣容が取られるとされる。各警察本部での部署名、 編集警視庁の特殊搬送さ係は、シットと通称される。これは1987年12月の警視庁、刑事部の組織改編に伴って、警視庁本部庁舎から工事町一丁目の元警視総監校舎に移転した際に、部屋に表札を掲げることになり、マスコミの目を避けるため、部署名そのままではなく、ローマ字表記の頭文字を取って、シットと記載したものであった。 その後、在外交換勤務経験者の捜査第一課管理官が、スペシャルインベスティゲーションチームの略と解釈してしまい、これが後付けで公式名称となったものと言われている。一方、大阪府警察の特殊犯捜査係は、1992年以降、もっとと称されるようになった。この命名は、警視庁式のットでは、海外の捜査機関との共同の際に発音に支障が、 あることを考慮したと言われている。その他の府県警察では、下記のような名称となっている。特殊班派遣部隊、編集1994年4月には、警察庁刑事局に特殊事件特別捜査班が設置された。これは、警視庁や大阪府警察など、特殊班の経験が豊富な警察本部の捜査員の一部を、警察庁券部職員として登録し、 特殊事件捜査係の体制が弱体な地域で誘拐事件などが発生した場合はこれらの捜査員を現地の警察本部に派遣してノウハウの伝授や助言を行うという制度でタスクフォースと通称されている。またこのタスクフォースが中核となって年に2回全国の都道府県警察が参加する共同訓練も行われている。タスクフォースに選ばれた捜査員は 警視庁や大阪府警察の警察官であっても、特例的に多道府県で発生した特殊犯事件に介入することが可能だが、任務は事件発生地を管轄する警察本部の支援に限定されている。またタスクフォースに在籍する警視庁嫉妬の捜査員は、米国連邦捜査局に研修に赴き、米国での特殊犯事件への対応の現状や、拳銃の射撃訓練、 プロファイリングに関する動向などのレクチャーを受けたと言われている。さらに、FBI との交流を契機として、神奈川県横須賀市に駐留する米海軍、犯罪捜査局局東方面本部の幹部が、警視庁執との立てこもり訓練に指導、助言を与える形で参加するようになった。NCIS は、主に拳銃などの武器使用に関する指導や、 ビルを駆け降りたりするなどの基礎運動の形成に関する助言を行ったと言われている。その後、タスクフォースは特殊班派遣部隊という名称の部隊に発展し、警視庁と大阪府警察に加えて、北海道警察、愛知県警察、福岡県警察の後都道府県警察に設置されている。特殊班派遣部隊が編成された年は不明であるが、2006年に、 警察庁が発表した文章に部隊の名称が記載されている。また2016年に開催された国家公安委員会定例会議の議事録には和歌山県和歌山市で発生した立てこもり事件に大阪府警察の特殊犯派遣部隊が派遣されたとの記述がある。さすまたで犯人を制圧する捜査員拳銃を構える捜査員日本の警察官装備も参照上記の通り 基本的には、私服勤務員である捜査員だが、突入時には、重機を使用した事案の場合には、防弾棒、防弾衣、防弾立て、重機を、また刃物を使用した事案の場合には、防人衣、防人手袋、防人棒、ちまたなどを使用する。重機として、警視庁シットでは、1980年代末の時点では、動作の確実性と傾向性を重視して、スミス ウェッソン社製の小型回転式拳銃が用いられていた。その後、火力に優れた自動拳銃が導入され、2000年代の受験現場では、ベレッタ 92FS バーテックや S&WM3913 の使用が確認されている。2015年には、栃木県警察のチットで、ベレッタ92の配備が確認された。 また H&KMP5 の配備も確認されている。2007年の町出し立てこもり事件で確認された直後、専門誌などでは MP5KPDW と記載されていたが、後に MP5SFK と称されるようになった。セミオート射撃の未可能な単重身モデルで、フラッシュライトと折り曲式の重傷が装着されており、室内突入時の近距離狙撃用であると推測されている。 このほか、FN-303 や BGL-65 などの空気銃や先行弾発射機も装備されている。ただし、狙撃銃は配備されておらず、必要に応じて警備部から狙撃手を派遣してもらうことになっているが、特殊搬送さがかりの行動方針はあくまでも逮捕し、取り調べ、裁判にかけるという司法手続きの流れが前提となっているため、狙撃による 犯人射殺への抵抗が強く、警備部からの打診を射絶した結果、人質の救出に失敗した事例もある。これらの装備は捜査用式剤搬送車などに搭載されており、事件発生時は移動現場指揮車などと展開する。この捜査用式剤搬送車は A1 と通称され、防弾医薬30着や重機のほか無線機や出動服、波状土、 ボルトカッター、消火器や、潜航弾も搭載されている。移動現場指揮者は、現場と指揮本部の間をつなぐ中継基地として、機能するマイクロバスであり、誘拐操作に必要な指揮材意識が備えられている、ほか、現場や前線本部から送られてくる情報を受信する、無線機、現場周辺の地図などを搭載しており、幹部級捜査員が待機して、突発事態に即応する。 また突入前の情報収集で使用する機材として、ファイバースコープ、コンクリートマイク、電磁波人命探査装置などがある。過去に出動した事件を表示するには、右の表示をクリックしてください。警視庁執刀、大阪府警察、もっと及び道府県警察刑事部の突入犯が出動した主な立てこもり事件は以下の通りである。 1992年、1995年、1998年、2000年、2002年、12月、なお、犯人は捜査員の説得に応じて投稿し、逮捕された。2003年、2月、6月、2004年、5月、9月、2007年、4月、5月、なお、この事件では、愛知県警察特殊部隊及び、大阪府警察、最も支援で出動し、特殊部隊に所属する隊員一名が、 犯人の銃撃を受け死亡した。8月9月なお、男性はエアソフトガンを持ち自宅に立てこもっていたことから、刑事法の構成要件に該当しなかった。このため、逮捕等の刑事処分は受けていない。2008年2月3月4月6月7月8月9月2009年1月なお、捜査員が突入した際、犯人は右手に拳銃を握ったまま、 トラックの寝台で眠っていたと報道されている。 11月2010年6月10月11月2011年6月7月9月11月2012年2月3月10月11月12月2013年3月4月6月2014年1月3月5月7月2015年2月4月5月6月,月,月8月2016年2月4月8月9月2017年1月4月5月9月2018年6月7月 特殊犯捜査係は、特殊な犯罪や未解決事件の捜査を担当するため、小説、映画、ドラマ、漫画、アニメ等様々な作品に登場する。以下は特殊犯捜査係が登場する、主な作品である。ありがとうございます。